やめれって。おお、かわした。この攻めっけどこでもそれ。はい、なんか絵だぞ。探石5。うおっと、2体。 OK、ボルト入手できませんでした。あ、兵卒の足高速攻。あ、初めて取ったわ俺。ニューだって。装備変えるの忘れてた。 T2G すんごいっつの。めー、あ、獣の角出ました。これ、これ沼。うわー、ザーリガーニー。ザーリガーニー。ザリガニくんって、うん、俺、いや君もあれかもしれないけど、俺編み出した必殺の技があって。お、そうなの。うん、俺は結構苦戦してた普通に。あのね、まあこれは俺が発見したんじゃないけど、2週目の時に教えてもらったやつで、うん、あの、まあ、彼はよく寝ます。あ、そうなんだ、うん、俺それ知らなかったんだけど、うん、俺が編み出した技は、あー、ちょっと、あー、またブラムダンもいるな。どうだ、気づかれ、気づかれ。段差をどうにかしないと君。あ、来た。ボルトを入手できません。近づいてる。はいよ、来た。うっ、あー、やばい。ボルト OK。 やばい、やばい。あぶねえ、すごい空振り。探石7。おうおうおう、6。レアドロップかな。ちょっと俺、その俺の技、はい、使ってみていい？トリーナー系でってか、寝るんだ。あ、まあ寝るのはね、普通にトリーナー系でいいんだけど、普通にこの起きているこのザリガニさんに対して、俺様が編み出した完全 無欠の、ほう、じゃあ俺見てるね、はい、ハイパーぶち殺しテクニック、できるかな。でも大丈夫。なんか刺したんだけど、すげえ。ああ、ゆっくり。気のせいか。いくぜ。彼は、はい、ここが気づかないポイントなんですよ。え、ほら、どう？ほう、ほら、どう？本当だ。このね、前足のハサミ？ハサミのこの付け根っていうか、すごい。そこを狙うとなぜか彼は、はあ、気づかずに、うん、打たれるがままになるんだよ。そこだけ神経が途切れてるのか。俺発見してしまったんだよ。すげえ、これフルムさんに教えてあげないと。ダメだ、修正されたらなんつうんだよ。これはあの俺の秘密の技だから。君も狙ってみてよ、これ横からの方が良さそうだね。そうだね、精密で、うん、はいはいはい。じゃあ毒とかも入れ放題じゃない？うん、今ちょっと、まあ毒今入れてないけど、あ、毒にすっか。えい、な、本当だ、発見しちゃったんだよ俺。すごい。そのハサミの方、前の方はダメなのかな。もしかしたら大丈夫かもしれないけど、俺もうここしか狙ってない。虎の子の一発目はもうここしかないみたいな。ピンポイント暗殺テクニック。よくあのサッカー見て、 J リーグ見てると解説者がここしかないところですねって。ここしかないねって。ああ、ドクター、ドクター、ドクター、微妙に届かないところ。まさにそこだ。そ、これがこう縫うようにこう、うん、すげえな、これ何本刺さってるの、これ。あ、もうあれじゃないですか。ああ、残念。うわー、これはいただきます。俺もじゃあ参考にさせてもらいます。君の今までの発言で唯一役に立った発言。完全無力化殺法。これは
これを本に出せる。そう、攻略本書こうかなと思ってる。ザリガニ攻略テクニック、マルカツザリガニ必勝本みたいな。そう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 、ウルテク、ウルテクも入ってる。え、令和の時代にウルテクがみたいな。技を送ってくれた人にはガバスを、3000ガバスをすげえ採用された方にはね、うん、ガバスをちゃんと。あれ、でも何もないね。ザリガニがいただけかい。え、ちゃんと。あ、でも君あれでしょ、そこアイテム取ったんでしょ。まあでもなんかしょうもない。あ、え、あー、ほら、おい、でもう一匹出ましたよ、フライングってことは。抜けない抜けないやってる。これ離れて、うん、おー、鉄砲こわ。これ離れて、君ちょっとまた意識を、うんうん、ちょっとこう意識を削ぐような、そうそう、なんか諦めさせる必要があるってこと。うわ、すげえ飛ばしてくる。あんまり範囲広げるとまた別の、メスベルの炎が落ちてたな。あれ、俺の方向いた。あ、あー、止まっちゃった。どうだ。あ、どうだ。君そっちからその右腕の関節狙ってやってみようか。そうそう、あー、もう定位置戻る感じ。どこ、あー、ちょっと後ろ見られると。この大好きポイントはどこなの。あー、あー、あそこ、そこが、そこがいいんだ。そこ、お前の死に場所はそこがいいんだな。ハウス、ハウス。じゃあまずどこ、動い、待って待って待って、まだ落ち着かないんでしょ。ちょっとこう、あんばポジ、ちょっとチンポジ悪かったみたいな。そうで、完全にそっち向いちゃったから俺左手になっちゃったな。獣の肉塊2個。落ち着かねえな。メスメルの火が落ちてる。メスメルの残り。あ、止まった。よし、落ち着いたよ、ようやく。ああ、いいですね。動いてる。なんだ、落ち着かねえなこれは。じゃあ俺右手かな。あれ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 、また回った。この子止まらないタイプの子なのかしら。下から出てきたから。普通に行ってるな、そっち。やめてやめて。あっ、ぶんねえ。ダメか。普通にやるか。下から来る子には効かない可能性が、うん、ああ、ちゃんとなんか見たの。ビエニエコのザリガニいっぱいいるけど、なんかね、うん、おいしょ、中になんかね、お腹になんか何かが寄生してるようなやつもいるんだよ。気持ち悪い。ダーン、青木なくなっちゃったよ。あ、なんか出た。シラサギ肉。はい、よっと。これあんまりうまみないな、ここの池。ザリガニ2匹だし。そう、君これなんかこうホタル浮いてるように見えるのは俺だけ。浮いてます。しかもこれなんかちょっと羽広げて、今まさに飛ぼうかなっていうところで。じゃあこれカメラをさ、こういうふうにこう近づければ、まあ、ここにもあるけど、これはちゃんと素材として撮るって出るんだけどさ。うん、まあ撮っちゃった。これは飛んじゃってるね、うん、はあ、珍しいこともあるもんだ。それ今見えてる建物ってあれでしょ、あのその月見。そうなのかな。違うか。あれ、これなんだ。
ん？これなんだ。あ、この四角いのは初めてじゃない？あ、これは初めてか。あ、ごめん。うん。真ん中にまた行けるところがあったり、あ、敵がいます。今週？あ、そうだ。今週いっぱいいたもんな。見えてたわ。はいはい。向こうにもいるね。向こうにもここにもネフカギしてるやついる。起きたか。なんかそう、なんか会議してたもんな。今週会議。ああ、どっか上から見たんだっけ。ああ、え、なんか、ああ、やっぱりある。切り張ります。ああ、じゃあ俺帰って、うんうんうん、君祝福で、うんうんうん、あっちにいっぱいいっぱいいる。あだだだだだ。はしごがあっておりまして、あ、これまた、うん、コイン鉄の鍛冶遺跡。ほう、コイン鉄？うん。ああ、コって古い。ああ、なるほどね。隕鉄、はい、隕石の隕に鉄。はいはいはい。これまたあれかな、ソロダンジョンかな。じゃあ俺自分の方でそこにパカラッつって、うん、さっきの池は俺いらないからあ、そうザリガニ君はあんまり走り抜けてアイテム拾うぐらいで、ちょっとそっち行くかな、はい、で行ったところで、うん、今日はって感じかな、うんうん、ちょっと呼べるかどうかの確認だけしていい？うん、なんかわー飛ばしてる。もしかしたらだけど、うん、前このこの鍛冶遺跡で、うん、ルモンの探検って撮ったじゃん。そうだっけ。あのなんか無限スローイングダガー的なやつ。ああ、はいはい。あ、やべやべ。死んだ。なんだこいつ。おー、は、盾してたのにガン削られた。え、おかしいな。ルモンの探検のフレーバーに、うん、質量を抑えることで鍛冶術の効果を高め、すべての攻撃が投擲となる投擲拳って書いてんだけど、ほう、その鍛冶術の効果を高めるっていうのがちょっとあの何つうの、その要はこの鍛冶遺跡にはルモンシリーズがあるのでは説。高度な鍛冶技術がないと作れないっていう。ごめん、ルモンのなんだっけ？担当、探検。ルモンの探検。探検。うん。そっかそっか。それをじゃあ拾う。多分なんか他ける、今度なんかわかんないけど、なんか、なんか、ルモンの剣とかあったら剣投げるんだろうが。そんなことはないけど、まあ槍とかわかんないけど。うん。無限に投げれる投擲槍みたいな。うん。種類が投擲剣なんだよな、これな。はいはいはい。ああ。え？ちょっとおかしくないか？また死んだ？また死んだ。え、ガードしてても普通に4割ぐらい削られて、そのままヨロッとしてる間に。なんでだか教えてやるわ。うん。3周目だからだ。そういうこと？え、何にやられてんの？あの、今週、あの、その洞窟の前にいる、一匹は背中から刺してサクッてやったんだけど、もう一匹寝深きしてたやつ起きてジャンプして切ってきたから縦受けしたんだけど、それが縦受け3周目よ。3周あれじゃないかな、あの縦の上からやられてるってことか。あの情報からめくりで、で一発食らったらヨロッとしてるうちに、あ、もう一個あるヨロッとしてるうちにもう一回切られた後死亡よ。しかもあれだよ、カニ食べてたのに。これあれか、やっぱりこのここはこの演術論争相性悪いな。なんか別つけよう。何がいいんだろう。冷気、冷たいロングソード。もう許さん、お前は。
OK。OK。いきなりはしご。そう。ひんやり論争。いいね。そっか。こんなに自由に付け替えれたのか。うん。ああ、旋回ね。旋回。うん、よっしゃ。え、何今どこに立った？あれ？お。武空術。ちょっとサインコ出し見できる。え、はい。祝福のアダリさん。おーり、え、出せま、あ、出せませんか。出せませんね。じゃあ、はい。ソロダンジョンか。じゃあ、明日はそれぞれ、はい、それぞれで、ここを進めるってことで。了解。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れさんでした。はい、本日は2024年7月の17日でございます。はい、ということで、本日は呼べないのでまたバラバラに、はい、それぞれの、はい、ここ場所が何でしたっけ？コインテツの火事遺跡。火事遺跡。はい、はい。了解。また火事に関する何かがあるのではないかと。うん。ってことで、はい、もうお分かりですね。フロムフォーにしてみた、はい、もうちょっともうだいぶネタないんですが、はい、ちょっと時期外れなクリスマスイブ、おお、はい、西方の古都ヤーナムに伝わる解釈の儀式、うん、かつてはどのような病も克服する技を有していたという、医療協会が支配し栄えた輝ける都市ヤーナム。だが皮肉にも最後は獣の病に屈し人々は生き絶えた、うん、侵されれば死を免れぬその病を患った者を苦しまずに生かせるために処置がための処置が語源とされ、うん、その前夜には弔いの宴が粛々と執り行われたという、うん、静かな夜に流れる幾多の血涙が今年も血を染めるっていうことで、うん、本当にクリスマスイブにこれこのツイートしたんですけど、そこそこあれこれクリスマスイブというこの文字というか言葉は苦しまずに生かせるっていうところにかかってる。ああそうです。なるほど。それ冷静に言われるとちょっと恥ずかしいんでやめてもらっていいですか。はい、ということで、はいはいはい、まず階段登ってかな。ん？ん？違った。そっちから来たんですな。だ。で、じゃあちょっと開けたところに行くと、はい、あ、左側にアイテム、向こうに何か、あ、昆虫か？あ、いるね、歩いてるね。とりあえずそのアイテム。探石6拾ったりしながら、はいはい、で、え？なんで手前に落ちてるのが探石6で奥に光ってるアイテムが探石3なんですかね。これもプレイヤーの誘導なんだろうけれども特になんか誘導されて5探石5もあるね。あとクルトン。ああはいはい、ここか。特に何もないけれどもこの下にもいるね。あ、登ってきたよ今週。え、はしご。え？まあいいや、とりあえずじゃあ俺向こうでうろうろしてるやつをいいってこっちに呼ぶかしら。ああ、もうこっち来ましたね。でもうお分かりかと思うけど俺コンシュと、はい、アジンだいぶ混在じゃないや、混同してます。ああまあそれはよくあることで、はい、下のやつなんだろう、向こう見てるな。あ、なんかちょっとね、上がってきた。うん、あ、上がっちゃった。あ、2体いんのか。2体なんか色違うくね。下に落ちてるその探石のなんかそのオブジェみたいな。あ、登ってきた。うん、なんか色違うく見えるな。そうかな、ね、あ、空
3匹か全部で。何あれどこ行った？左の方にもいるね。あ、上に1体と下に1体ってことね。うん、はいはい。で渡ったというか向こう側にレバーがありますよ。あ、アイテム拾いました。ニュー龍門の槍。え、あ、こいつドロップ？うん、うん、え、なんていうの、真ん中の通路渡って向こう側に。あ、右側ね。うん、あ、ルモン、ルモン、リュモン、ルモン、あ、ルモンかな。あ、これもしかしてだから尽きない。あ、やっぱりそうなんだね。ああ、そういうこと。尽きぬ槍なんじゃないのこれ。うん、ルモン文字が刻まれた槍、鍛冶術による投擲武器の一つ、強攻撃とダッシュからの強攻撃および、うんうん、騎乗での強攻撃で槍を投擲する、戦技貫通突き、強攻撃およびダッシュからの強攻撃。 R2 で投げるってことね。投げるんだろうね、投擲だからね。あ、ちょっと装備してみようか。はい、装備の時はまた探さなきゃいけないですよと。進行なんだね。あ、知力と進行足りない。あー、投げた投げた本当にあのスポーツオリンピックのやり投げみたいな感じで 上からグイッと。そうだね。へえ、うん、あ、投げた後にしかも手のところモヤモヤってするから、投げた瞬間ちょっと熱を帯びるのかもしれない。へえ、これはでもちょっと使いでありそうだよな。うん、足りてれば。なんか能力足りてないとこれはあれ、ダメージ全然出ないとか。多分出ないんだろう。普通の武器だって装備で切ってるけど殴っても痛くないじゃん。うん、このレバーどうします。ああ、向こうに飛び、ちょっと待って、装備戻す。え、ちょっと待って、俺の剣どこ行った。今何の剣装備してたんだっけ君。ああ、そっか、俺そうだった。ここに来てから、うん、ホノロンから冷たいロングソードに変えたんだ。それで見つけられなかった今自分でやってて、そう、普通の中の赤いアイコン探してた。うん、まあここ溶岩っていうか火のとこだからってことね。うん、そうそうそう。ちょっとごめん、まだちょっと下のこれ今週倒してない。今週俺も倒してないまだ。あ、先に呼ぶ。はい、えい、どうすんの。あ、橋、え、橋を登ってこないの君は。いや、俺のは来たできる子だから橋を登ってきた。あ、来た来た、俺も来た。鉄の、まあ外にもいたからね今週はね。うん、で下に降りて、下に降りていっぱいある。探石広い3。あ、色違うく見えてるのはライティングのせいか。うん、軽くちょっと水が張ってるってことは、うん、その門を開けたらザバーってくるかな。そうな、そのレバーで開くんかね、じゃないかな。あ、そしたらやつ呼ばないでなんかザバーってやつが流される様見たかったなはいはいはい。え、水に入ったらどうなるんだろうね、敵死ぬのかな。どうなんだろう。ちょっとじゃあ引いてみますか。で見ましょう。はい、はい、せーの、はい、グイッと。多分開くでしょ。あれ、あ、下がった。逆だ。あ、下がるんだ。あ、特に水が来るわけじゃないなんだそこの水よ。そうか。あ、向こうに灼熱のスライムが、はあ、ね、飛ばしてくるし、これはもうあれよ。あ、右側に隠れながら投擲ですか。あ、火の矢結構効くけど普通に。うん、あ、バカ。いや、ロックオン仕事しねえ。いてえ。